にゃーハロー、にゃーハロー、みんなコメント欄生きてる死んでるコメント欄死んでる、ゾンビのみんな、ゾンビのみんな、にゃーハロー、なんでこのタイミングでコメント死ぬねん。ほんとだよ、死んじまったな。ちょっとね、本日はねコメント欄がねなんかバグってるらしいので、ちょっとね、皆さん、あの、シャープニコメットでね、はい、ツイートの方でちょっと拾っていこうかなと。そうしましょう、トゥイート、トゥイート、トゥイート見るんで、トゥイートしてくださーい。え、マジでさ、本当に止まってる、何も。ね、これっぽっちも一切動かないっすね。にゃハローって言ってるみんな、にゃハロー。にゃハロー、言ってる言ってる、にゃハロー。皆さん、トレンド入り目指しましょう。はい、ということでね、本日は、はい、我々、ビジネスフレンドと言っております、ミコメと、はい、なぜコラボしているのかわかりますか？え、明日、お仕事があるからです。皆さん、ちょっと概要欄にもね、貼らせていただいたんですけど、はい。我々はですね、ちょっと明日ね、ミコメットでね、ライブがありまして、バービーさんの方でね、シンデレラスイッチっていうね、まあ、いつもね、はい、なんかいろんなフロメンもね、出演してる、あの VR でもね、あの、推しが見れるっていうね、噂のことですね。そうです。あれです。こちら、二人で作るホロライブがね、ありますということでね、まあ、なんかやろうやっていうことでね。そう、なんかやりましょうやって言って、今日は何やるか決めました。そう、何やるか決めました。そういえば、決めてなかったなって思って、そうそうそう、決めてなかったら、まあ、なんでもできるかーって、なんでもいいかーって、なんでもいいかーって思っていたんですけど、うん、まあ、今回ね、まあ、何をしようか考えたんですけど、我々、そういえば、うん、あんまり、はい、対談的な、あの、トーク的なコラボって、はいはいはい、そういえばやってないんじゃねと思って、そういえばやってないですね。もういかに営業かっていうことがバレちゃうんでね。ちょっとね、やってなかったですけど、まあ、ちょっと会話見れてしまうからね。そう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 、やってなかったんですけどね。あえてね、あえてね、やってなかったんですけど、うん、まあ今回はね、今日はね、やるってことかなと。うん、そう、まあ明日のね、明日にも響くかもしれないから、これ、うん、響くの明日にこれ、これ売り上げに関わってるからね。売り上げに関わってんのこれ。マジかよ。やっぱライブのチケットっつうのは、うん、こうなんか前日とかにね、もうたくさんね、応援のことが多いんでしょ、うん、あ、そうなんですか。なんか当日とかの方が、あー、なるほどね。そう、そうかそうかそうか。じゃあ今日のプロモーション次第で、そう、今日の我々のプロモーション次第でね、変わるってわけ、わかる、うん、バークさんからの見られる目も変わってくるってこと。明日朝早いのに怖えな、ちょっと。終わってだよ、明日朝早いんだよな。浮かせなこと言えないですね、これは。これやばいね、ちょっとミコメットさんたちには任せられないかもしれないですねとか言われてしまうかもしれない。やばい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 、今日ぐらいはちょっと仲いいふりしとくか。今日はね、スイちゃん、じゃ、スイちゃん挨拶しなよ。え、じゃあいつもの挨拶させてもらいますね。はい、はい、水星のごとく現れたアースターのゲスギーアイドル VTuber の星町水星です。スイちゃんは今日も小さーい。ん？ん？ ん？ かわいい。すいません、もう一回、もう一回言ってもいいですか。すいません、ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと待って。何ですか。ちょっとすいません、何すか。ちょっともう一回、あの、もう一回、なんかちょスイッチ入んなかった、スイッチ入んなかった、スイッチ入んなかった。どんなスイッチだろう。みなさん、はい、スイッチャーは、今日もかわいい、ありがとうございます。はい、ってことだね。え、みこもやっていい。え、なに、みこもやっていい。ないよ、いくよ。うん、水星のごとく現れたスターの原石、おアイドル、エニート、VTuber、
り直してもらっていいですか。はい、みゆこちゃんは、はい、あ、今日もかわいい、ありがとう。エリートメイトのさくらみこです。2人合わせてせーの、みこめっとです。バラバラじゃねえかよ。なんかギスギスしてんの。配信上では多分ぴったりだったはずよ、これ今。ぴったりだったかな、ぴったりしてるかな。ちょっとコメント見てみよう。ちょっとコメントじゃないけど、見てみよう。コメント、ツイート見てみよう。ツイート。あ、揃ってるーって。あ、ぴったり。あ、今日もかわいいーって。言ってますね。ありがとうございます。今日も。え、この18秒前に今日も可愛いって書いてある。本当もうポンコツポンコツ。明日もやるんですかって言われてる。当たり前だよな。やるだろ。いやでもさ、やるだろって思うじゃん。うん、明日なんとね、我々なんか一緒に歌ったりはしないらしい。あ、そうなん、そう、別々なんだ。そうそうそう、同じステージに立てないんで、どういう感じでねえやるかですね。え、もうだからステージ上にいるあのみやこと、うん、あの下の方にいるスイちゃんでやるんだ、うん、え、ニコメットでーすっつってステージ上と頑張って客席上。どんな気持ちで見んだ客。いやでもね、まあちょ、まあ、明日ねライブありますからね、ちょっとまあ、はい、あんまりね、あえてやってなかったんですけど、うん、ちょっとこれね、ちょっと気になるなと思ってね、あるものをね、ちょっと事前にね、やってもらったんですよ、スイちゃんに。あ、やりました、何か。うん。そう。それが、なんと、ドダン！ドダン！レコメント相性診断！いや！イエーイ！いや！なんかね、何これ、診断テスト、これなんていうの？心理テスト？心理テストじゃないか。え、でも性格診断とかじゃん。あ、そう、性格診断、性格診断をね。性格診断、うん。やったの。え、これどっちからやる？なんかさ、恋愛、恋愛なんたらってやつ、恋愛身分証明書ってやつと、うん。あとなんか性格履歴書ってやつがあるんだけど、うん、どっちからの方がいいと思う？ね、スイちゃんはミコチのやつ見れてないんだけど、そう、ミコチはスイちゃんのを見てるのね。で、スイちゃんのやつね、なんか思ってたよりひどいこと言われてんの、診断書に。これさ、マジ笑っとんだけど、いや、なんかね、いや、これちょっと性格の履歴書のやつからちょっとね、まあ、挨拶がてらにね、ちょっとね、やっていこうかなと思うんですけど、うん、ちょっと見てくださいよ、皆さんも。ごめんね、なんか、ガチな感じでね、作られてんだけど、まあ、まずね、うん、ドドンと、まあ、こんな感じなんだけど。はい。はい。じゃん。で、ちょっとこれ半分からやっていくか、半分、半分こにして。うん。うん、じゃまずね、はい、履歴書ですね。はい、星町推薦さん、どうぞってなって。はい、じゃあね、うん、君も、性格履歴書ね、見させてもらいますね。はい。まず、どうぞ。一周目、スイちゃん。はい。活力の年齢、活力の年齢。まあ、まずそもそも活力の年齢ってなんだよって思う。活力の年齢って何ですか。18歳やっけ、私。16歳ですね、あなたね。なんか16歳みたいですね。まあ、若くていいんじゃないですかね。ね、そうですね。まあ、若いに越したことはないんで。そうそうそう。で、男性的か女性的かのどっちかになんですけど、うん、まあ女性的ですと。まあそうでしょう、女の子ですからね。で、まあ大まかな活動歴見させてもらいますけど、はい、小学生の頃、はい、周りを仕切ってたし、自信に満ちていた。本当ですか、これ、ね。はい、そうです、これマジでその通りです。小学生の時はマジでブイ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 言わしてて、ちょっと早めの中二病が来てましたね、小学6年生ぐらいの頃は。どういうこと、どういうエピソードがあるんですか。そうですね、もうまさにブリーチの英称を覚えてそこら中で言いまくってた時期です。君臨者よ、血肉の仮面、万象羽ばたき、人の名を冠そうだよって教室で言ってたやつですね。めっちゃ想像つくんだけど。なるほどね、そのまんまです
ね。なるほどね、うん、そのまんまですね、これは、うん、中学生の頃全然勉強してなかったけど平和だった、うん、勉強してなかったんですね、はい、全くしてなかった。なんか小学生の時はめっちゃ勉強してて、うん、自学っていうなんかものがあったんだけど、うん、あの宿題に、うん、なんかその自学ノートに1日で何ページ書けるかみたいな感じでみんなで競い合ってたから、うん、小学生の頃はめっちゃ自学やってたんだけど、うん、中学生になったからなんかアニメ漫画にハマっちまったせいで勉強しなくなって、あるあるだねこれはね、成績が落ちて、うん、でも平和な中学時代でした。いや、まあでも勉強しなかったらちょっとわかるな、わかるわかる、え、そうでしょ、その頃からだよね、その頃からなんかこうアニメとかにハマりだすもんね。そうそうそう、その頃から勉強しなくなるから英語ができなくなるんですね、うん、よくないです、まあ、みんなもあるあるって言ってるよ、あるあるって。でじゃあみんな、うん、Twitter で言ってる、 Twitter で、うん、Twitter でね、Twitter、コメントがね、あのぶっ壊れてるから、ちょっと Twitter でね、みんなよろしくね、皆さん Twitter でミコ、うん、ミクメートでつぶやいてください。お願いします。そして高校生、遊びまくってたし、はい、安定していた、はい、高校生の時はもうね、遊んでましたね。もう遊んでたっていうのが、あの、うん、ブイブイ言わせてたタイプの遊んでたじゃなくて、うん、もうオタク活動に死ぬほど勤しんでいた。いや、てか、まあ、私 今も高校生なんですけど、うん、サザエさん空間の高校生なんですけど、あ、そうね、あのずっと永遠にね、そうそうそう、ループするんやな。そう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 、うんうん、何年か前の高校3年生の時は、うん、もうなんかあの休みすぎて、うん、先生にあのお前これ以上休むともうあれだよ、卒業できないよって言って、結構えぐいじゃん。そう言われてたんですけど、まあでも、うん、え、じゃああと何回休んだら卒業できませんかっていうスレスレのラインを聞いて、うん、あと5回ぐらい休んだらお前ちょっと卒業できないよって言われて、5回かーって、じゃああと4回休めるか、そう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 、あと4回休めるんかって。でなんかあの遅刻、昼から行くと、うん、あのそれ3回すると1欠席扱いなのね、うん、だからあのじゃあ昼から行きゃいいやみたいな。いやでも昼から行ったことがそう何回かあった。高3あたりな、そうなるよね。そう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 、高3あたりもそうなる、卒業が近いらへんな、そう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 。ってなって、もう遊びまくってたんですけど、まあ、うん、自分のやりたいことはできてたんで安定してたかなっていう感じはありますね。まあね、それは確かに安定というのは確かに、確かにな、うん、はいね、まあ、卒業スレスレでしたということで、はい、そうです。続いてね、あの賞罰っていうね、うん、欄があるんですけど、はい、君結構あれだね、なんか、はい、え、まず上から、え、短いスカート丈で自転車にざわつかれた。はいはいはい、なんかでもね、この罰金なんですけど、もう私見覚えがないんですけど、これ勝手にね、診断書がね、お前こういうことしてたんだろうって勝手に偏見で決めつけてんですよ、これ。いやでも許せないですよね。でもなんか想像つくよな、これ想像つくのこれ。ざわつかせてた、何をざわつかせてたのか。え、もうパンツ見えそうってことだったんかな。でも私あの、うん、ちゃんとスカートの下にねスパッツ入ってたから、ざわついてるはずがないと思うんですけどね。でもほら、もろ見えというわけじゃなかったっていうことでさ、まあまあまあ、そういうことですね。え、でも短かったスカートも。いやー、あー、まあでも、うん、でもスイちゃんスカート丈全然気にしてなくて、あの、うん、長くても可愛いじゃんって思ってたんだけど、うん、なんかお下がりでもらったスカートがあって、あ、そうそう、それがやつな、そうそうそう、それがちょっと小さくて、うん、でなんか先生に呼び止められて、 お前スカート丈詰めてんだろみたいな言われたら、は、詰めてねえんだけどってなってお前万歳しろ万歳って言ったら、はい万歳って言って、ほら詰めてねえだろっていう喧嘩が勃発した。怖すぎる、お前ヤンキーだよヤンキー。詰めてねえからって、詰めてたのかよお前。
てめえちょっと言いがかりつけたよね今、それに対して謝罪はないのって怖っ、絶対こいつの先生になりたくないマジしょっちゅう先生と喧嘩してたわ、先生とギスギスだった問題ですよね、ゆか続いて勉強中なのに YouTube を見ぬたい懲役1年はいはいはい、まあ、見てそうだよねこれね、まあまあ見てますね、まあ YouTube を見るとかはあんまりしなかったけど、バレたらなんかめんどいから、うん、ね、絵は描いてたね、まあ授業中に授業中に絵も描いてたし、あとめんどくさい時は、うん、保健室に行ったって言っといてつって他の子に伝えて、うん、トイレにこもってソシャゲ走ってたトイレでソシャゲって相当だけどなトイレでソシャゲしてましたね、はい、続いて物事をなかなか極められない罪、はいはいはい、もうこれは器用貧乏とも呼ばれてましたけど、こんなに罪書かれるんだねこれ、なんかねちょっとびっくりしますねねえ、でもそう、私物事極めてないわ、はい、じゃあ次いや極めてるな、どっちかっていうとね、なんか極めてるイメージあるけど、うん、なんかでもね、好き、うん、やりたいことにたくさん手を出しまくった結果、どれも中途半端でぽいみたいなとこは確かにあるかも、うん、そうなの、それであんなにテトリスうまかったら、うん、そう、なんかテトリスも極めきれてないんだよねそうなの、そう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 、あれでミコちゃんってボコボコだよそりゃミコちゃんもボコボコにするわよはい、続いて、ね、すぐパスワード忘れる罪、うん、もうこれ合ってるんですよね、忘れますね合ってんの合ってる、楽天的で考えと覚悟が甘い罪は、でも確かに楽天的に考えてるとこはあるかもしれない、そうなんだ、覚悟が甘い罪はなんかね、あんま想像つかないけど ね、ちょっとひどいこと言うよね、覚悟が甘いとかさ、罪しかないね、お前罪しかない、いやマジめんどくせえマネージャーみたいなこと言うやん覚悟が甘いですね、ちょっと覚悟が罪ですね、それね、ねえ、めんどくさいわ、ほんとに、後ろの下がね、資格免許っていうところがあるんですけど、うん、読んでいくとね、インスピレーション試験2級、スピリチュアル検定3級、3級友情育み士、思考停止検定2級、3級ミーハー士、環境破壊知ったこっちゃねえ検定1級どういうことこれ、ほんとに地球で謝れよ、それひどいよ、これそんなことないもんね、レジ袋は買うけど非論理的検定2級、喋りすぎ認定そうだ、いいじゃんこれが陽キャと言われる要因でしょうか、喋りすぎ認定これ確実というね、感じでね、まあ履歴書がありまして、うん、まあその横ね、はい、ちゃんと正確なね、履歴書の部分ですね、はい、こっちがメインね、そっちがメインね、はい、じゃあ読みますよ、うん、まず、正確の概要、うん、かなり人気者で接していて肩が凝らない人、ギリギリさはあと一歩だって、 いや、あと一歩あと一歩、まあまあね、まあね、人生でありがちな事象足を長く加工している写真にすぐ気づいて指摘する優しさはあるがほぼ何も背負わない、人が歌っているところにすぐ愛の手やハブリを入れてくる、入れない入れない入れないもう偏見これマジで物入れないもん、すごい焼き魚の食べ方が汚いひどいよ映画などの感想聞かれても面白かったぐらいしか言えないやめてよ、冒険的で攻めたファッション攻めてないもん大したことのない人にもすぐ感心してしまうそれはいいとこでしょ、いいとこだよ、ごめんこれはいいとこだよ、唯一いいところここぐらいで最後の一覧ぐらいしかないだよ、もうほんとにひどいよ、でも一番最初のやつはさ、マジで、うん、マジでそう、うん、マジでそう、めっちゃ想像する、この人で、ね、ちょっと待って
拡大して。だってこいつ絶対加工してるよね。いやでもだっているんだもん。なんかあのね、韓国系のファッションの、何サイトとか見ると結構めちゃめちゃ伸ばしてる。そうなの？え、ミコ全然知らんかった。そうなの？めっちゃ伸ばしてるし、なんだったら細さも変えてる。うん、あ、でもそれは言うよね。でもさ、あの、え、後ろもさ、うん、なんか背景が歪んだりとか言って気づかれないの？それって。するよね。そう、歪んでたりするし、なんかそれで、何スカートの丈とかも分かんなくなっちゃって、届いたもんと違うみたいなことも結構。え、でもミコもさ、なんかね、そういうなんか見て、あ、これめちゃくちゃ可愛いなと思って頼んだらね、なんかその時すっげーミニスカートに見えて、こうちょっとやばいな、ミニスカートすぎるのかなと思って頼んだらね、うん、全然、うん、あ、そのものが違うのか分かんないけど、おわじ、通販信じらんねー。マジかーってなったけど、なるよね。なるね。そう、だからすぐに指摘しちゃうんだよね。じゃあ続いて、好き、うん、成長や自己実現、オーガニック、うん、やたら刺激の強い目薬、ダンス、うん、ビビットカラー、うん、ハロウィン、帽子、ミュージカル、うん、フェス、百均、大体合ってる、大体合ってる。こいつ私への解像度高いな。理解度高いね、これね。やたら刺激の強い目薬は分からんけど。マニアックすぎるだろ、そう。ほんとだよ。そんな刺さないよ、目薬。試験前、トイレ掃除、細かい男、うんうん、計画性、その格好寒そう、うん、おじさん、えげつない写真の物理方、思ったこと言ってくれない人、筋トレ、うん、やっぱこの中で合ってそうだなって思うのはね、うん、その格好寒そうって言われて、はぁってなる。いやでもね、言われる人にもよるよる。なんか、うん、仲いい子に、え、その子格好寒くないって言われたら、え、音楽これあったかいんだよねみたいな言うけど、うん、なんかそんな仲良くもない人に、え、その格好寒そうって言われたら、はってなる。いやでもわかるわな、ファッションのことだもんね、これね。そう、ね、うるせえってなる。あとは、当たってのある？あとは、思ったことを言ってくれない人は割とそうかもしれない、うん、あ、なんかね、でもオブラートに包んで、私はさ、ガラスのハートだからさ、ガラスのハートだからさ、オブラートに包んでは欲しいけどさ、オブラートに包んでは欲しいんだけど、なんか、あの、例えば明日遊びに行かないって言った時に、うん、ごめん、明日は別の子と遊ぶ用事があって行けないの、本当はすごく行きたかったんだけどごめんねって言われて、実は何の用事もないみたいな人よりかは、うん、よりかは、まあまあまあね、それはそうね。そうそうそう、ちょっと眠いってある。うん、ちょっと眠いんだよな。それはそうな、それはそう。そうかーって。うん、言ってくれる人の方がいいかなって思う。楽だよね、その方がね。そう。続いて、取り扱い方。はい。態度が偉そうに見えたら、簡単に流してください。人と接するのは好きなので、積極的に絡んでもらえれば。うん、よく知れば、うん、多分面白いので引き出してください。めっちゃ他力本願やん。まあ、やめっちゃ他力本願やん。でもね、めちゃめちゃ言われるんだよね。もう先生とか、うん、もう高校の先生に死ぬほど言われるんだけど、うん、いやー、星町お前マジでさ、偉そうなんだよね。つって。はあ、うるせえんだけどって。偉そうなんだ。そう、上から目線なんだよねって、もう、何度言われたことか。な、私のどこら辺が上から目線だって言うんですかって、めっちゃ喧嘩したことあるもん。うん、なるほどね。そのね、うん、あの、先生に対して殴りかかる態度がもう、先生は気に入らないんだろう。そう、気に入らないんだろう。温度ってなるんだろうね。だと先生に向かってて、めその態度って。なるんだろうね。そういうことよ。多分そういうことよ。うん、それが真実よ。続いて。そういうことみたい。うん、本人の希望記入欄、うん。確かに怪しいものですが、職質しないでください。怪しくないよ。笑いを取るとしても、勢いとノリだけなのでご理解ください。服はかぶらないようにしてください。私に何も期待しないでください。実はかなり下品なのでお許しください。誕生日はもちろんお祝いされたいのでお願いします。いや、もうマジ、本人希望とか書いてこれさ、本当に、独断と偏見で書かれてんだけど。
ボロクソ言われたやん、うん、ボロクソ言われてるほんとちょっとさ、うっすらスイちゃん顔出すんだよな、ここなんで顔出してるこれ顔出してるどうどう、どこらへん確かに怪しいものです、食事しないだけどさ怪しくないでしょ、スイちゃん勢いなのね、ノリだけで盛りかけるさ、ね、いやでもね、ここはそう、ここはそうマジで勢いとノリだけだからね若干 ね、これ当ててくるよな、うん、若干当てやがるよね、うん、困りますわ。自分を四字熟語で、はい、非現実的って書いてある。これどういうことだろうね。ねね、ちょっと解釈するのが面倒くさいな。四字熟語が知らない、うん、よくわかんないから意味が。非現実的の意味が？おい、お前検索しようとしてるな音が聞こえて。非現実的とは、現実にはありえそうもない様、現実的ではない様、空想的の意味だって。ふーん、ふーんってことでした。ということでした。はい、ということで、これがね、スイちゃんのね、履歴書でしたと。はい、履歴書でした。じゃあみこちゃんの見せてくださいよ。いやだよ